ハーフェル川と世界遺産の一部であるバーベルスベルク城、バーベルスベルク天文台 UEFA、ウーマンズカップ決勝戦バーベルスベルクは、ドイツ連邦共和国ブランデンブルク州の州都、ポツダム最大の地区である。ポツダムバーベルスベルクとも表記される。名称は、バーベルスベルクに由来する。バーベルスベルクは、カール4世の命を受けて1375年に、 作成された地理書に独立した租税地区として歴史上初めてその名称が記載された。バーベルスベルクは30年戦争の間に幾度か戦火に見舞われ甚大な被害を受けた。1939年、バーベルスベルクはポツダム独立市に合併吸収され、ポツダムバーベルスベルク地区を形成することとなった。1945年、ポツダム会談の際には、 ヨシフ・スターリン、ハリー・エストルーマン、ウィンストン・チャーチル3名がバーベル・スベルクの邸宅に滞在した。ポツダム宣言がこの地より発信された。ベルリンとポツダムに近接していることから、バーベル・スベルクの歴史にはそれらの都市と共通している部分も数多く見受けられ、特にプロイセン王国、冷戦時の東西ドイツ分断、再統一で歴史的な話し合いの場所とされた。 バーベルスベルクは産業革命時に一大工業地域へと成長し繊維工業、機械産業等が盛んとなった。バーベルスベルクはベルリンの壁が歴史な適正人として残されている。ドイツ映画黄金期を支えたポスタジオなどの世界最古の大規模映画制作スタジオアドが存在する。現在でもヨーロッパの情報発信源として広く知られるが現在は バーベルソベルクスタジオという新しい一大メディアセンターがヨーロッパの情報発信基地の一つとして世界に情報を発信している。また、世界遺産、ポツダムとベルリンの宮殿群と公園群の一部である公園や城でも有名である。この城はかつてナチス親衛隊の拠点であった。城を囲んでいるバーベルソベルク公園はカールフリードリヒシンケル、ルートビヒペルシウス、 ペーター・ヨーゼフ・レンネ、またヘルマン・フォン・ピュック・ラームスカウ等の巧妙な建築家、造園家によって構想、竣工された。バーベルスベルクにはポツダム大学の2つの施設があり、そのうちの1つはバーベルスベルク公園内にある。ありがとうございます。